こんにちは、ハッピー。アイニャンこと鈴木愛理です。先日アップしたこちらの動画を見ていただいた方はわかると思うんですが、今日はディズニーリゾートに売っている全お土産お菓子の実食編をしていきたいと思います。こちら2年前にもやった企画なんですが、もう100万再生もしている大人気企画なんです。なんですが、2年も経っているともうラインナップがだいぶ変わっているので、今日は2020年版をやっていきたいと思います。では私のお腹ちゃん、準備はできてますか？できてるって。それでは早速いってみましょう。私が気になっていたこちらのお菓子です。こちらにはトマト&ビーフ味とトマト&バジルチーズ味が入ってました。味は薄味なんですけど、トマトの味がしっかりしていて美味しいです。これは大人から子供まですっごいおすすめのお菓子です。あとこのカンカン、とっても可愛くておしゃれなので、キッチンとかに置いといても良さそうです。というわけでスタートしました、お土産お菓子紹介。まずはスナックゾーンです。こちらは全部で20種類ありました。全体的に見てお菓子の入れ替わりが多かったのですが、スナックゾーンは以前とラインナップが変わっていないものが多い印象でした。そんなスナックゾーンで気になっていたおすすめのお菓子を紹介します。それがこちら。ディズニー定番のチュロスのスナック、これは実に気になる。ぷっぷー。いいね、匂いがチュロス、形もチュロス。うん、かなりパリパリ食感、パークのチュロスとはちょっと違いますね。ただ味はもう本当にチュロス。これをお土産で買って、お家でもパーク気分を味わいたいですね。これはもうまた買おう。ここからはアイニャンのおすすめレベル4以上のお菓子です。個人的ニュースですが、前回おすすめしたパスタスナックは2種類あったものが1種類になっていました。でも新しい味のトマトソースも美味しかったですよ。そしてスナックゾーン20点目、2つ目のアイニャンおすすめお菓子がこちら。サラダのソースがついてるんだよ。新しいですよね。コーンチップが2個あって、サルサソースも2個ついてます。ちっちゃなトルティーヤチップスがいっぱい入ってました。たっぷり。おお、めっちゃ本格的だ。このソースめちゃくちゃ美味しいです。酸味も辛さもしっかりあって、お菓子のソースとは思えないです。このトルティーヤチップス自体も塩味がついていて美味しいので、これだけで食べても美味しいし、これをつけて食べても美味しい。もうこれ最高すぎる。もう超ハマりました。ここからはキャンディーゾーン。こちらは全部で15種類ありました。キャンディーは様々な味があり、ベーシックな果物などの味はもちろんのこと、お茶などの和なものからカフェラテなどの洋なものまでありました。そして何よりキャンディーゾーンはケースが可愛い。食べ終わった後に小物入れなどとして使えるものが多い印象でした。おそらくケースを入れた価格になっているので、それを考えて購入してください。ではキャンディーゾーン15点目、美味しいものが多い中で私が一番気になったキャンディーがこちら。これ気になるのが味、サイダー、柚子、梅風味なんです。味が箱ごとに分かれていました。なんかビー玉みたいに可愛いです。うん、美味しい。見た目も味も和を感じられるので、私的にはかなりおすすめです。見た目もちょっと高級感があるので、誰かが来た時のためにお家に常備しておくのもいいですね。次は4種類しかないフィナンシェゾーン。私がおすすめしたいのは箱もフィナンシェも可愛いこちら。ダッフィーちゃんのフィナンシェです。中にはこんな感じでダッフィーちゃんの顔の形をしたフィナンシェが入っています。フィナンシェの中
中でも結構甘めのタイプです。甘みのあるキャラメルの味がするんですけど、食べていくとほろ苦さも感じてきてすごくいい感じです。しっとりもしてて私すごい好きなやつ。ここからは2番目に種類の多かったクッキーゾーン。こちらは全部で28種類ありました。クッキーは同じようなものが多く見えますが、しっとり食感、サクサク食感、甘さやバター感もそれぞれ違っていたので食べていてすごく楽しめました。ぜひコメントを参考にベストオブクッキーを選んでみてね。ちなみにクッキーは大容量のものが多く、コスパを考えるといいなと思うものばかりでした。500円前後で買えるものも何個かありますよ。そんなクッキーゾーンで味が美味しく、パッケージも豪華な、皆さんにおすすめしたいなと思ったクッキーをまずはご紹介。それがこちら。缶見てください、この贅沢な作り。中もこんな感じで結構高級感がありますね。いただきます。食感はサクサク、バター強めで甘さもしっかり感じられるので私の大好きな味です。自分用にもいいけど大切な人へのお土産にも良さそう。ここからはアイニャンのおすすめレベル4以上のお菓子です。ちゃんと選んだつもりだったんですが、よくよく見返してみるとチョコレートがけになっているものだったり、比較的甘さのあるものばかりを選んでいました。甘党でない方は注意してください。そしてクッキーゾーン28点目、美味しいプラスパッケージに遊び心があるこちらのクッキーをご紹介。それがこちら。これファンの子にもらって1回食べたことあるんですけど、すっごい美味しかったの。ちなみにこの蓋、こうやって遊べるんです。味は2種類、ホワイトチョコレートとストロベリー。こっち、クッキーもチョコレートも美味しくて本当に最高。みんなもぜひ買ってみて。ここからは一番種類の多かったチョコレートゾーン。なんとその数31種類、すごい数です。チョコレートは比較的シンプルめの味が多かった印象ですが、味や食感、そして甘さの違いがそれぞれあり、31種類あるにもかかわらず同じようなものがなかったです。そんなチョコレートゾーンで私が気になっていた一つ目のお菓子をご紹介。それがこちら。バッグ型の見た目で、ここマジックテープもついています。食べ終わった後でも何かに使えそうですね。味は3種類、チョコレート、バニラ、ストロベリー。おお、ちょっと細長くて小さいけど、これはまんまパプリコですね。コーンの中までしっかりチョコが詰まっていて、チョコの味すごい感じます。バッグ型のケースも可愛いし、味もパーフェクト。これはおすすめです。後半の最初に紹介するのは2月に発売されたばかりのディズニー名作映画パッケージシリーズ。どれも高級感があり美味しかったのですが、数が少なかったのでこんなおすすめレベルになりました。ここからはアイニャンのおすすめレベル4以上のお菓子です。ここでは私が気に入ったティーやカフェラテ味のチョコレートを多めに選びました。チョコレートなのに香りも楽しめて、とても贅沢だなと思いました。そして忘れてはいけないのがチョコレートクランチ。やはりどの味も美味しかった。なおミルク味のみが入っているパッケージもあるので、ミルク味だけが欲しい方はそちらを選んでね。そしてチョコレートゾーン31点目、私が最高におすすめしたいチョコレートがこちら。これ箱が可愛いですよね。食べ終わった後も使えそうです。こういったミッキーさんの形をしたチョコレートが入ってます。これすっごい美味しいです。もう言葉の通り、市販で売られているベイクにクランチが入ってる感じ。ちょっぴりビターなチョコレートに焼きチョコの食感が加わって、ただのクランチとは違いますね。味もいいし箱も使える、これはおすすめ。ここからラストスパート。こちらはその他の甘いものゾーンです。このゾーンは種類をまとめていないので、
和から洋までバラエティ豊かなお土産お菓子たちが揃っています。まさかこんなものも売ってるの？というものばかりじゃないですか。そんな中でまず私がピックアップして紹介するのがこちら。デザインもなんか南国チックです。まずは塩チーズいってみたいと思います。チーズはそこまで感じなかったんですけど、私の大好きな塩チーズコーの味でした。食感も味も含めてもチーズコーです。他3つも食べてみたんですけど、紅芋が美味しかったです。沖縄の味がまさかディズニーリゾートで食べれるなんてね。これはおすすめです。ここからはその他の甘いものゾーン後半戦。前回おすすめした東京バナナやカステラもまだ売っています。サブレも美味しかったな。特に2つ目のサブレはその後もう1個買いました。アソーテッドスイーツは3種類。こちらは豪華セットなので1つ買っておくといいかも。そして前回おすすめ1位だったラスクの後に紹介するのが、今まで食べたことなかったこちらのお菓子。次はこの可愛いケースに入っているシューケットというお菓子です。なんだこれは、キャラメルポップコーンみたいだよ。ん、聞こえましたか？すっごいザクザクしてました。キャラメルの甘さがすごくしたのと、シュー生地の味もちょこっとしてきました。今までにないお菓子なので、いつも同じものを買っちゃってる方はこれおすすめです。そしていよいよラスト、新作のタブレットに前回もあったサラミソーセージ2つ、アソーテッドナッツを挟んで最後に紹介するのは前回と同じこちらのお菓子。こちらは前回なかった新フレーバー、ハニー味です。パークで食べるハニー味と違って、ちょっとバターの風味を強く感じます。そしてハニーの味は食べた瞬間というよりは後味に広がっていく感じ。 100% ハニーの味がすると思っていたので、それとはまた違っていますね。再現チューブというわけで、ディズニーお土産お菓子全制覇実食編でした。いやもう久しぶりにやったんですけど、やっぱり大変ですねこの企画。ただ前回の反省を生かして今回は何日かに分けて撮影をしたので、まだ楽だったかなって感じです。にしても食べた食べた、お腹が満足してますよ。新作のお菓子もいっぱい食べれてよかったね。というわけで、ディズニーのお菓子本当に美味しいものばかりなので、この動画を参考にぜひお菓子選びしてみてください。というわけで今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら、スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、 インスタ、ブログ、こちらもやってるのでぜひ